金田艦外遺跡市金田艦外遺跡は、茨城県筑波市金田あざ吹き上げにある古代艦外遺跡。2004年2月27日に国の史跡に指定されている。金田艦外遺跡は、筑波山の南 15km 桜川西岸の中石底地を望む第一円恵上に立地する古代の艦外遺跡である。本遺跡から北西に9キロメートル桜川を遡った地点には、 北地国筑波軍が少々と考えられる史跡、平沢観外石が所在する。1959年の桜、中学校校庭拡張工事において、総柱の掘った手柱建物跡、大量の炭火米が発見されたことから、この地に古代の観外石が存在することが確認された。1984年には、その隣接地の九重東高廃寺跡と称される遺跡が、 桜村市編さんのため、筑波大学によって発掘調査され、建物基段、瓦原溜まり、井戸などが検出された。1999年度以降、都市整備公団による土地区画事業に先行する確認調査を、茨城県教育委員会及び茨城県教育財団が実施し、金田地区に大規模な古代の灌え石が存在することを確認した。このため、 茨城県及び、筑波市は遺跡を現状保存することとし、2002年度に、筑波市教育委員会が範囲確認調査を行って、遺跡の範囲をほぼ確定した。本遺跡は、軍が関連遺跡と考えられ、焦僧院、漢賀地区、それに仏教関係施設で構成される。焦僧院は、第一塩辺部に所在する。幅約4メートル。 深さ約1.3メートルの溝に区画された最大東西約100メートル、南北約310メートルの長方形の範囲に祖先建物8棟、総柱の掘った手柱建物3棟が並んで検出された。また、1959年に総柱の掘った手柱建物や炭化米が発見された桜、中学校校庭は、小僧院の北半部にあたる。 8世紀中、紅葉には敷地が拡張するとともに、掘った手柱建物から祖先建物へ改築されたと想定されている。漢賀地区は、小僧院の北西に展開する。8世紀初頭に、硯、板などを持つ、縦穴建物群が成立するのを講師として、続く8世紀前洋から9世紀前洋には、むね4群に分かれる、約100棟の掘った手柱建物。 祖先建物が4基の変遷を持って展開した後、旧世紀中央には廃絶する。この4つの建物群は、軍長、クリアや館といった機能を明瞭に示す建物配置や、区画施設などを持たず、それぞれあまり計画性が高くはないシナーザ城や L 字城などの建物配置を見せるといった特徴を持っている。ひさしつき建物。 ケタユキ9県の長大な建物、井戸なども見られることから、群馬が,が持つ様々な機能を果たしたものと考えられる。カンガ地区の西隣に所在する仏教関係施設は、その詳細な内容は不明ながら、四面美差しがつく特殊な建物、木段建物、多数の河原の湿度などが見られ、河原の年代などから8世紀前世から9世紀中世に存続したものと考えられている。 このように、本遺跡を構成する三つの施設群は、それぞれ規模や構造を変えながらも、8世紀前用から9世紀中用に、併存していた。なお、本遺跡からは群名を特定する遺物は、出土していないが、日立国風土記の記述、本遺跡と深い関連があると考えられている、近隣の筑波市中原遺跡で出土した、日立国川地軍神 豪古種業部家人と牧書された土器などから、本遺跡を、日立国河内軍の軍が関連遺跡とする説が、有力である。以上、本遺跡は、軍河を構成する、小僧院、艦艦地区、仏教関係施設を一括して把握でき、軍河の実態を解明する上で極めて重要であると、共に、掘った手柱建物軍が機能を明瞭に示す、建物配置や、区画施設を持たず、 カンガ地区を構成するなどの特徴を持つ。また、平沢カンが遺跡などとともに、日立国での古代の地方行政組織や地方支配体制を考える上で重要である。ありがとうございます。